ヘンリー・ブリックスはイングランドの数学者であり、ネイピアの体数から常用体数を考案したことで知られている。イングランドはヨークシャーのハリファックス近郊にあるウォーリーウッドで生まれる。古典中等学校でラテン語とギリシア語を学び、1577年にケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジに入学し、1581年卒業。 1588年には、セント・ジョンズ・カレッジのフェローに選ばれた。1592年、トマ・ス・リナカーの創設した物理学講義の講師を務め、数学の講師も務めた。この頃ブリックスは、広報や天文学に興味を持ち、エドワード・ライトと共同研究していた。1596年、ロンドンに新たに創設された、グレシャム・カレッジで、幾何学の教授に就任。 そこで23年近く勤め、グレシャム・カレッジをイギリスの数学の中心地とすべく働き、さらにヨハネス・ケップラーの新しい考え方を指示した。彼は先生術師のクリストファー・ハイドンと友人だった。ブリックスはミラファイシー・ラガースモローム・カナニス・デスクリプティオの写しを入手し、想像力を刺激された。そしてグレシャム・カレッジでの講義でジョン・ネーピアが 対数の底として採用したネーピア数の代わりに銃を底とすることを提案した。その直後にネーピアに手紙を書いている。ブリックスは様々な領域で活動し、天文学、統計調査、広報、採掘などついてもしばしば提案を行っている。1619年には北米東海岸への入植を行うロンドン会社に出資している。 二人の息子のうちヘンリーは後にバージニア州に移住したが、トマスはイングランドに残った。月にはブリックスの名を冠したクレーターがある。カノン・ラガースモローム1616 16年、ブリックスはエディンバラのネーピアを訪ね、対数について話し合った。翌年も同様の目的でネーピアを訪ねている。これらの話し合いで対数の素行中に変更するという、 ブリックスの提案が受け入れられ、1617年に1000までの乗用体数を計算した結果を、ラガースモロームチリアスプリマと題して出版した。1619年、オックスフォード大学に幾何学の教授として招かれたが、1620年7月までは、グレシャム・カレッジの教授に泊まった。1622年、バージニアの大陸とハドソン湾を通る、 南の海への北西航路の常用対数を小数点以下14桁まで計算した対数表エリスメッティカラガースミカを出版。また、制限と性説の対数値の数表も数百の角度ごとに小数点以下14桁まで計算したものを完成し、さらに制限関数の数表を15桁、性説関数と逆予言関数の数表を10桁まで計算した。 これらは1631年ゴーダで印刷され、1633年にトリグナマトリア・ブリタニカの名で出版された。ブリックスは日光定理を発見していたが、証明したわけではない。ブリックスは、オックスフォード大学のマートンカレッジにある礼拝堂に埋葬された。ライブズ・オブ・ザ・グレシャム・プロフェッサーズによれば、ブリックスは、誠実な人柄で、富を求めない人だったという。他に、 コメンタリーズオンザジオメトリオブ、ピーター・ラムストリマークスオンザトリーテスオブ、ロンゴマンテニスリスペクティングザ・クワドラチア・オブ・ザ・サークルが、あるが、出版されていない。ありがとうございます。